2024オートバックスーパー GT ラウンド7オートポリス GT3 アワーズレース GT500。 まずはリアライズとモチュール2台の Z、 その後ろからエメオス、スープラが来る。エメオスのスープラが伸びがいいか。さあインを取れるか。エメオス、エメオスが2番手にアップ。さあエメオスとモチュール、さあどうだ。もう1回今度は千代が取り返すか。千代2番手を取り返した。さあエメオス、アステモ、ここはアステモが前ですね。アステモが前出てます。塚越が3番手に上がりました。福住を抜いた形です。さらにその後ろから佐藤蓮が迫る。おお、モチュール前出たか。千代がオーバーテイク。500トップ入れ替わり。ブレーキングかリアライズが。なるほど。おお、でも飛び込みましたね。そしてこれは関口伝送です。さあニテラをこれでオーバーテイクしていくか。高星を抜いてこれで関口6番手。さあ伝送は今度エメオス抜いてません。これ前出ましたね。これで4番手関口。16号車オーバーテイクですね。エアティー16号車が100のスタンレーを抜きました。3台エメオス、デロイト、アステモ。アステモが前行くかもしれない。そうですね、アステモがこれで前出ますね、はい、大高久野進が抜いて一つ順位上げています。あーあー、スピン、アステモスピンクラッシュ、なんということか。大高久野進、伝送が来てる。伝送が来た。伝送英雄の前に出れるか。うわ、並びかけるか。英雄前か。山下健太対中山雄一。うわ、スライドしながら伝送前。伝送4番手。よっしゃ、このエネオスにドライブするペナルティーです。これでペナルティーです。相手がまあ交差落としてクラッシュしてしまったので、うん、まあ、まあ結果的にはまあ気をつけないといけなかったっていうね。23号車入りましたね、はい、マネにも入りました。あ、サンデーが詰めた。マネが出られない。わ、これはスタンレージャンプアップですね。さあニテラが入ってきました。ちょっと 今ね500の突破争いが面白いですね、はい、これどうなんだろう。伝送が前に行くのかな。伝送も結構、ああモデューロクラッシュ刺さってます。これはちょっと今ピット入ってる車は、現状ピットにはニテラ、そして伝送です。伝送が前に出てる。伝送前出ましたね。ニテラが出れない。出た今。もちろんの前に今伝送が行きましたね。行きましたね。えということは伝送トップ。結局セーフティーカー入ってペースを落とさざるを得なかったから。2回ピットイン組のトップが伝送、はい、2位がモチュール、はい、3位スタンレー。さあモチュールが来る。さあ中山対ロニー・クインタレンリー。テルトノーズだ。インサイドに入るか。ここはうまく中山守りました。さあこれ三宅来たんじゃないですか。ピタッとテルトノーズ。これはさあどうだ。スリップを使う。三宅アウトサイドに振る。並びかけて1コーナー前はニテラか。ブレーキ勝負。ニテラ前か。ニテラ前か。うまいったねこれ。三宅前だ。500ルーキー三宅が山本を抜いて3番手。あー、スバルクラッシュだ。セーフティーカーです。まあこれだからレースが再開できるかどうかですよね。そうですね、時間的にも結構ギリですよねこれ。そうですね、まあもちろんね、できる限り再開してホンダチェッカーにしたいですけどね、レースは。このままセーフティーカー先導でレース終了ということになりそうです。オートポリス第7戦、デンソーコベルコサード GR スープラチーム4年ぶりの優勝。ありがとうございました。中山雄一ガッツポーズ。デンソーコベルコサード GR スープラが優勝、チームとしては4年ぶりです。モチューローテック Z が2位、ニテラが3位ということで、ニスモ 2,3 以下ご覧の通りです。ランキングです。坪井、山下、au が53ポイントでトップ変わらず、笹原アレジも2ポイント差、そこに山本牧野が同ポイントで3位ということですね。